前城秀人の君ザネクスト。はい、皆さんおはようございます。前城秀人の君ザネクストのお時間でございます。今日も元気よくお伝えしていきたいと思います。最初にですね、恒例の番組のご紹介からさせていただきたいと思います。この番組は、今社会で、様々な活動をされている、方をゲストとして、お招きしまして、その方の子供の頃のお話を伺ってまいります。子供の頃のエピソード体験にどのような思いがあったのか、どのような学びがあったのか、そしてそれがどのようにネクスト未来につながっていったのかということに迫る番組です。子育てに奮闘中のお母さんお父さん、そして今頑張っている学生の皆さんに、何らかの学びや気づき、勇気づけにつながればという思いでお送りしております。はい、夏休みも迫ってまいりました。この時期です。今日もですね、はい、ちょっと、あ、そっか、夏休み前ということで、まあそれも含めてですね、はい、ちょっと面白い方がですねゲストにいらっしゃっております。ということで、この後ご紹介いたしますので、お楽しみにお待ちください。FM Naha。はい、それでは本日のゲストの方をご紹介したいと思います。株式会社 RP の代表取締役、小戸美和子さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。お招きいただいて、はい、ということでですね、小戸さん、実はですね、 のっけで喋っていいですか？はい。実は前城秀人のこの君ザネクストですね、始まりましてもう延べどのぐらいだろう、40人以上、もう50人近くのですね、方にお越しいただいても本当ありがたいんですけれど、はい、ちょうどですね、お二人目の本当にスタートしたばかりのねゲストで、実はパートナーの方がですねいらっしゃったという、はい、経緯がありましてですね、ずっと前から聞いてる方はご存知の、覚えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、当時瓶型のですね、はいはい、空港ではね、このツリーを作るということで、うん、まあ、そのことのお話も含めながらですね、子供の頃のお話を伺った、はい、小戸慎二さんという方ですね、はい、いらっしゃったんですが、はい、お世話になっております。はい、いや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 、こちらこそありがとうございます。ご夫婦でというところではですね、多分初めてでございます。すごい。はい。初めて。おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえずおめでとうございます。なんか嬉しいですね。そうなんです。第一号で。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、奥様はまたね、どんなことをされていらっしゃるのかということで、いろいろね、そのあたりもお聞きしながらですね、お話を伺ってまいりたいと思います。はい、ということで、すみません、僕がなんか喋りすぎましたね。あ、いえいえ、はい、よろしくお願いいたします。ということで、最初にですね、じゃあ小戸さんの、まあ、今されていることも含めてですね、自己紹介の方をぜひお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい。私、株式会社 RP という会社を立ち上げまして、沖縄にスティーム教育を中心とした子どもたちに向けた教育ビジネスをやっていこうと思っております。で、メンバーもすごく経験豊かで、情報もたくさん持っている心強い仲間と一緒に立ち上げまして、これからどんどん子どもたちに楽しい教育をメインにですね、基本に沖縄にきちんとしっかり丁寧にお届けしたいなと思っているところでございます。はい、そうなんです。はい、はい、まさにちょっとこのあたり僕ももう本当にね大事だなと思っているところで、
はい、あのやっぱり楽しみが、はい、僕はやっぱ学びには必要だとやっぱり思ってまして、はい、うん、もちろんその楽しいだけではないっていうのももちろんありますけど、まあ、そこをね、うん、こうなんか目標を作ってやっていく中ではやっぱちょっとねなかなかうまくいかなくてあっていうところもねありつつ、でも楽しいからやっぱりやってるっていうのがね、うん、僕は絶対大きいと思うんで、もう本当そこはそうですね、その楽しいにも多分本当にいろんな楽しいがあると思うんですけれども、うんうんうん、はい、なんかその没頭して集中して夢中になる楽しいっていうのもあるなと思っていまして、でただただその面白おかしく楽しいっていう楽しみももちろん必要だと思うんですけれども、この両方あるものがすごく魅力的だなと思っていまして、で我々 RP が、はい、今後あの STEAM 教育の中心としてお届けしたい教育の一つに、はい、レゴスクールというものがありまして、はい、あのこの度8月にリニューアルオープンを、はい、あのさせていただくことになりました。そうなんですね、8月に、はい、おもうすぐじゃないですか。そうなんです、はい、今日本当出させていただいてありがたいです。ありがとうございます、ありがとうございます。あの本当に8月上旬に、はい、あの牧師駅直結のカーゴスっていう商業施設があるんですけれども、そちらのカーゴスさんの2階の方に、はい、今もう内装工事入ってリニューアルオープンを待っているっていうところで、カウントダウン状態ですね。そうですね、はい、着々と進んでおります。でそちらで、うんうん、はい、8月1日に、はいはい、体験会の方8月1日に、はい、開催させていただきたいなと思っておりますので、はい、あの対象年齢がですね、3歳から、はい、あの小学校の中高学年までを対象としてるんですが、はい、あのぜひレゴスクールの公式、はい、オフィシャルホームページにですね、はい、アクセスいただいて、そこからスクール検索で、はい、沖縄のレゴスクール那覇国際通りっていうところがあるので、はい、そちらからぜひあのお問い合わせ体験申し込みしていただきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます、かしこまりました、はい、あれですね、でも あのこのレゴ社 のホームページっていうところ、やっぱりこれはじゃあ世界的にというか全国的にある感じなんですね。そうですね、全国40校ぐらいレゴスクールがありまして、その中でも唯一九州エリアにはまだ沖縄にしか開校されていないっていうところで、はい、そうなんです、ラッキーなんです、とってもそうなんです、はい、沖縄に住んでてよかったって思うような、はい、これ今聞かれていらっしゃるあの0歳から小学生さんまでですよね。そうですね、はい、までのあの、はい、お母さんお父さん、ぜひちょっとこれは今日は特にそのあたりも含めて注目だなと、ありがとうございます、目聞くか、はい、まあいいや、はい、ということでぜひですね、耳をそば立てて聞いていただけたらと思います、はい、なるほど、はい、1、2歳クラスも今後順次開校予定ですので、ぜひあの小さいお子様、子育て中のお父さんお母様もあの興味を持って、はい、あのお問い合わせいただければなと思っております。なるほど、わかりました、はい、ね、なんかレゴってそのおもちゃ屋さんでね、やっぱりいろいろたくさん見かけるイメージがやっぱりあるんですけど、はい、うん、なるほど、そうなんです、ね、楽しそうですよね。そうですね、ただレゴスクールで触れるレゴは、はい、おもちゃ屋さんでは売ってないレゴなんです。そうなんですか。そうなんです、レゴスクールにはレゴスクールにしかない魅力的な、もうおもちゃというより教材としてスクールで実際に触って、お子さんたちにたくさん触って組み立ててもらってっていうところで、なるほど、はい、なのであのレゴストアさんで購入できるものとはまた違った魅力が、また違うやつがあるんですね、はい、なるほど、子どもの想像力好奇心を駆り立てるですね、そういった教材がたくさんありますので、はい、あのそちらも公式ホームページの方に、はい、あのご覧いただけると思いますので、はい、ぜひ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 チェックして、はい、いただきたいなとですね、はい、ぜひこれあのお聞きいただきながらぜひチェックしてほしいぐらいですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、じゃあこの体験会もそのホームページからさっきおっしゃったように、はい、沖縄のこの教室を見つけていただいて、はい、そこからお申し込みという形で、はい、ありました、ぜひお待ちしております。体験は例えば料金とかってかかったりします？そうですね、あの体験会の方は、はい、あの1回3000円から受け付けておりまして、うんうんうん、なるほど、はい、はい、
皆さん満席になる前にぜひ、はい、ですね、はい、店員とかも、やっぱコロナのこともありますからね。そうですね。であとレゴスクール自体少人数制でっていうところがありますので、あ、はい、コロナ禍においても安全にレッスンできるのかなっていうところがありますので、うんうんうん、ぜひ安心して楽しみに来ていただければなと思っております。わかりました。ぜひちょっとこれを聞いただいた方は、興味いただいた方多分早めにですね体験の申し込みしていただいた方がいいと思います、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、なんかすごい、まあ、このあたりもね、いろいろお聞きしたいなっていう、こうなんかね、この辺まであるんですけど、まあ、一応ね番組の趣旨ってあるので、はい、そっちの本題の方にちょっと行きたいなと思います。はい、はい、ということで、まあ、今ね、そういうことを、まあ、活動としてもされていらっしゃる小野さんなんですけれども、はい、子どもの頃のですねお話をいろいろお伺いしてまいりたいと思いますが、はいはい、小野さんそもそもご出身は。出身はですね、はい、これすごく聞かれると困るんですけど、はい、転勤族で、まあ、その大した転勤の数ではないんですが、はい、生まれた病院が静岡県で、でそこから小学生1年生まで東京にいまして、はい、その後千葉県の佐倉市というところで高校生までおりまして、でただ今実家は兵庫県の西宮市に、はいはい、そこは父が生まれて育った場所なので父がこう自分のふるさとに帰りたいっていうところで、はい、子供が育ってから、はい、両親だけ西宮に移るっていう形でなんですけれども、はい、結婚するまで私の本籍地は石川県の小松市だったんですよすいません、めっちゃ個人情報出しますけどでも本当になんかこうなんて言うんですかね、こう自分もあ本籍石川県だったのみたいな感じで、もちろんお墓があったのでお盆とかお墓参りとかは、はい、年に1回小松市に行ってはいたんですけれども、はい、まさか自分の本籍地結婚するまで石川県と小松市って知らなくてそうなんです。今いるところっていうイメージに、そう、ね、まあ、なりがちだけど、でも結構目まぐるしく移動されてますもんね。そうなんです。なのでどこがふるさとかと言われると、まあ、どこもすごく思い入れはあるし、逆に、はい、ふるさと納税でどっか一軒選べと言われるとすごく困るみたいなどこも応援したいんですけどみたいな、なんかそういう感じで、なんか毎年持ち回るそうですよね。もうなので夫が、はい、うちなんちゅうなんですけど、うん、そうですよね。そうなんです。だから夫に初めて出会った時から夫はもうとにかく沖縄に帰りたがってるようなところがあったので本当に羨ましくてですね、そんな帰りたいふるさとがあるって羨ましいなってずっと思ってました。なるほど、はい、なので正直こんなに早く沖縄に連れてこられると思ってなかったんですけどまあでもいつかは沖縄には、はい、まあ、夫についてくるんだろうなとは思いながら、うんうんうん、はい、いやでもあまりにもその点々とした場所もまた幅が広い。そうですね。なので関西からなんかちょっとイラッとすると関西弁が出たりとか、うん、なんて、まあ、夫に文句言うときは大体、はい、なんやねんみたいな鬼嫁がこう角を出していく感じで関西弁、エセ関西弁が出てくるみたいな。関西弁で怒られると怖いですよね怖いイメージがでもほらバカって言わないのでアホって言われるとなんかちょっとこう、あ、そっか、そこちょっとこう優しい感じが、うんうん、確かに確かに刺さり度合いはちょっと違いますね。そうですね、うんうんうん、そうなんです。なのでちょっと出身地はそんなところで、どこ出身ですと言えないのが、なるほど、はい、なんかますますちょっと興味深くなってしまったんですけれど、はい、じゃあその小学校 1,2 年くらいまでは、はい、東京都の東京だ、そうだ、生まれたのが静岡ですよね、はいはい、ということだったんですけど、じゃあそうですね、東京でそこやっぱ育ったというか、例えばなんかあれですか、お受験とかもご経験されたり。お受験はなかったんですが、はいはいはい、結構習い事はもう当時4歳ぐらいでピアノとお習字とでやってまして、特にピアノは本当に厳しく、
友達と遊ぶ時間もなく必死に1日30分とか、やってましたね。どうでした？ピアノって僕もね、その弾ける人見たらすごいかっこいいなっていうのはあるんですけど、でもやっぱ練習しろとなった時にやっぱちょっとね、そうなんかピアノの先生イコール怖いみたいな、そうですね、そこ違うでしょみたいな、すごい厳しかったです、勝手なイメージ、あやっぱそんな結構厳しかったです、はい、あすごい素敵な先生だったんですけど、やっぱ厳しくて、はい、それだけに教室からのこう卒業生とかも、うんうん、こう音大にどんどん行くような、うん、そういった教室に通っていたので、なかなか厳しかったですね。なるほど、ちょっと止めていくっていうか、はい、追っかけていく目標みたいなのも結構やっぱりね高いところを目指してるようなね。そうですね。実際どうですか、ピアノやってて、まあ、それこそ楽しさみたいな話がねさっきも出ました、楽しかったですか。それがですね、楽しいって気づいたのは私20歳の時だったんですよね。へー、それまではもう親に言われるがまま、やらなきゃいけないものっていう付き合い方をしてしまっていたので、私の母もすごく厳しい人間でして、もうピアノやらなきゃ生きてる意味ないぐらいの本当にそういう感じで、ピアノをやってない人は人にあらずみたいな。そうなんですよ、もうなんかこう遊びよりもご飯よりもまずピアノ弾いてきなさいみたいな、宿題やらなくてもいいからピアノ弾いてきなさいみたいな、そこまで本当にそんな感じでした。うわ、なのでもう本当に小学校千葉に移ってから、はい、さらにあの先生が変わって、うんうん、東京芸術大学 の、うん、あのピアノの先生に習ってたんですけれども、これまたまたすごい方、もうその先生も本当素敵で、あの音楽性豊かな先生だったんですけど、まあもう本当についていくのがやっとっていう形で、1日2時間3時間練習して当たり前で、それがこう中学生高校生ってなるともう部活もできないですし、そうですね、帰りにとお友達と遊んで帰るっていうのも本当に我慢して、そうなんです。でもそれどうなると思います？それでピアノを続けると子供ってどうなると思います？これなんかちょっと僕答えづらいっていうか怖いんですけど、もうなんかピアノを分かんない、でもむしろ一周回って好きになったとか。いや、そこまでねまだたどり着けないんですよ。そうですか。もうね中学生ぐらいから、はい、漫画を読みながらピアノを弾き出すんですよ。もうピアノ以外許されないので、うん、でも漫画読みたい、はい、なので、はい、片手で練習、はい、例えば右手10回左手10回、はあはあ、両手で10回って練習するとして、左手で漫画を読みながら右手10回の練習をする。マルチタスクの極致ですよね。でもそれができるんですよ、子供ってやっぱすごいですよね。すごで親には練習してますよ手で漫画を何冊も読みふけるという、その2時間3時間の練習中に。そっか、音は聞こえれば。そうなんです、練習してるズル賢くなるんですよ。これある意味達人です ね、 そうです ね、 ね、なんかこれでなんか 両足でなんかやってたらテレビ出れますよ ね、 ねっていうか当時これ TikTok とか YouTube あってこれ流したら絶対バズりそうじゃないですか。確かに、うわすげーみたいな。そう、片手でこうページをめくって、そうでついでに演出じゃないですけどなんかお母さんお父さんがピアノ練習やってる、はーいとか言いながら、しっかりやなさい、はーいみたいな。へー、でもこれ血肉にはなってるってことですよね、ある意味ね、まあ、そうですね、反復練習でやっぱピアノといえど、うん、音楽といえど体育会系なところがあるので反復練習で身にはなってるんですよ。だからこう、うん、漫画読んでても、うん、その後10回10回やって両手で合わせるとできちゃったりするんですね。ただそこにやっぱり個人の感情が乗ってこないので、その音楽性としてはどうだったんだろうっていうのがすごくありますね。なるほど。ここいい、確かにね重要なとこですよね。 なのでやっぱり練習そんな風にしてから先生のところに行くと
あなた練習どんな風にしてやってきたのみたいなまさかまさか漫画読みながらなんて言えないのでごまかしながらやってますみたいなめっちゃ面白い。そうなんです、本当に。なのでいろいろ自分の経験からも教育については本当に振り返って考えさせられるポイントは多々あります本当に厳しかったので、もうやめるなんて言えないですし、口が裂けても言えない。で、音楽大学のピアノ学科を目指さないとも言えない、どうしようみたいなところで、もうたどり着いた先がやりながら自分のやりたいことをするみたいな。いやこれなんかちょっともういろいろどっから突っ込んだらいいのかまずあのこれを考えたこのってことはそれだけ漫画読みたいっていうのもあったからですよね。そうですね、当然ね、はい、どなんだろうちょっとこっから聞いてみようか。どんな漫画読んでました、ちなみに。もう当時何でも読みました。私兄弟、兄と弟が男兄弟いるので、はい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 、少年漫画も大好きでしたし、少女漫画ももちろんもう、はい、リボン仲良し何でも読んで、マーガレットとか、ね、もう全部読んでましたね、うん、なのであの読みたい漫画がありすぎてピアノ1日だからそうなんですよ。そっか、3時間ピアノやった後に読む時間ないんですよ。なるほど、そうなんです。すげえ時短じゃないなんだ、うん、本当にねすごい。へえ、いやこれ頭入ります。漫画も、漫画の方が入ってきますねすごいわ。そうなんです。だからすごくこういいドラマチックなシーンになってくると、こう右手はずっと同じところ引いたりして、次に行ってないぞーみたいな。なんかこう突っかかるからそこだけ一生懸命練習してます風で。めちゃめちゃ面白い。これ今ピアノを習わせてるあのお母さんお父さん。気をつけた方がいいですよ。気をつけてください。もうね、厳しすぎるとそうなるんです。厳しすぎるとそうだよね。子供はねやっぱ賢いんですよ。すごい、親が思ってるより知恵働かせて、ね、どうしたら自分がやりたいことができるかっていうのを、行きたいところにちゃんと行けるようにするんだ。そうですね。なので、まあ、今私も娘がピアノやりたいって言い出してるんですけど、まあもう私は教えたくないなと思っていてなんかこうやっぱ力入りすぎて、やっぱ実の親子だとこうやっぱ叱る場面が増えちゃうのも嫌だしっていうところで、もうちゃんと先生にもうお金を払ってでも他のこうでピアノ教室で教わってほしいなとは思ってるんですけど、ただもう本当に練習の押し付けだけはしたくないなって、こう楽しいって思ってくれないと続かないですよね。いやこれ大事ですね。いやまだ突っ込みたいとこいっぱいあるんですけど実はですね、はい、もうないんですよ時間が。すいません、しゃべりすぎて。いや全然 OK なんですけど、はい、毎回こうなのでなので、はい、これはちょっと次回をぜひ楽しみに、はい、お待ちして、僕もあの聞いてる方もお待ちいただけたらなと思います、はい、ということで、この後またエンディングに入っていきたいと思います、はい、Station Okinawa。はい、前城秀人の君ザネクスト、本日も、毎回のなんかもう定例なんですけど、もう時間がないんですよもう毎回僕言ってる気がするんですけど、はい、いやこう衝撃的ですねこのピアノのお話は。いやでもあれですね、まあ、次回また詳しくこの辺ですねからいろいろまた他にもお聞きしたいんですけど、はい、本当に
無理やりやらせるとこうなるっていうね。そうですね、行きたいところに行くんですね、お子さんはね。子供の興味のあること、楽しいことをぜひともしたいとこですね、大事にしたいなと思います。はい、ということで本日はですね、株式会社アルピーの代表取締役大戸美和子さんにお越しいただきました。はい、もう一回ちょっと確認しておきたいのが番組の冒頭でおっしゃっていただいた、レゴスクールの体験、はいはい、8月1日にございます。はい、はい、ぜひですね、レゴスクールの本部 のホームページからですね、はい、ぜひご検索いただいて、興味ある方は、体験の、人数も限られているということなんで、ぜひ早めにご予約をお願いできたらと思います。非常に興味深いなと思いますので、そこも楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは前城秀人の君座ネクスト、次回も小戸美和子さんをですね、お招きして、お話をお伺いしたいと思います。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。さよなら。